サンクスです。今回もファッションビジネスの基礎知識を一緒に学んでいきましょう。本日のテーマは、百貨店の注目の生き残り戦略です。授業の内容は、1つ目が、業績が低迷する百貨店業界について、2つ目が、百貨店の課題についてです。3つ目は、今後の百貨店を取り巻く環境で、4つ目は、三越伊勢丹ホールディングスの戦略についてお話しします。では、1つ目の業績が低迷する百貨店業界について確認していきましょう。百貨店業界の過去の売上推移を見ると、2018年に訪日外国人3000万人を突破したにもかかわらず減少傾向で、新型コロナの影響で2020年には大きくダウンしています。2022年6月30日に公表された経済産業省の商業動態統計によると、2021年の百貨店業界の年間売上高は、前年比 4.5% 増の4兆9029億円となりました。2つ目は、百貨店の課題についてです。では、百貨店の主な課題を3つ説明させていただきます。1つ目の課題は、団塊世代の高齢化による購買意欲の減退です。2つ目の課題は、ショッピングセンターやネット通販の台頭です。3つ目の課題は、顧客のモノ消費からコト消費への対応となります。1つ目の課題の団塊世代の高齢化による購買意欲の減退ですが、百貨店を支えてきたのは、現在の60歳以上、いわゆる団塊の世代と呼ばれる人たちが中心です。この世代が高齢化による購買意欲の減退を招き、売上が減少し続けています。次に、ショッピングセンターやネット通販の台頭についてです。百貨店は、主に富裕層や中高年層をメインに中高価格帯の商品を品揃えしている15坪程度の小さなショップがたくさんあり、リアル店舗での丁寧な接客を強みにしてきましたが、現在の顧客は接客されるのが好まない傾向です。一方、ファストファッションをはじめ接客のない50坪以上ある広さのショップがテナントとして入っているショッピングセンターは、幅広い層がターゲットで低価格帯の品揃えが豊富なことから、消費の主役である若い世代やファミリー層は、百貨店からショッピングセンターやネット通販に流れています。百貨店のネット通販利用率は増加傾向にあるものの、全体売上の約 1% 未満と、需要がうまく取り込めていないのが現状です。3つ目の課題は、顧客のモノ消費から、コト消費への対応です。近年、消費者の購買行動が変化しています。市場が成熟し、消費者のニーズは、モノ消費からコト消費へとシフトしており、商品を買って満足する時代から、体験や経験など、目に見えないことに価値を感じるようになり、物が簡単に売れない時代になっています。この変化は、小さなショップの集合体の商品販売がメインの百貨店にとっては逆風です。では、次に今後の百貨店を取り巻く環境について説明させていただきます。特に、地方では人口減少とともに老齢化が進み、経済も低迷していることから消費意欲が減退しています。そのため、地方を中心に百貨店の閉店が相次ぐと予測されます。お中元や聖母などのギフトニーズ、カタログやテレビ通販などに強みを持っている百貨店が多く、日本の百貨店は、これまで国内需要を中心にした品揃えが特徴です。近年では、訪日外国人のインバウンドのおかげで復調する傾向も見られ、2018年には過去最高の免税売上高を記録しました。2018年の免税売上高3396億円で、前年比 26% 増で免税品売上は約 6% にシェアアップしています。今後も、さらに訪日外国人のインバウンドが占める比率が増えると推測されています。では、最後に三越伊勢丹ホールディングスの戦略についてまとめてみました。まず、VIP 顧客の囲い込みの戦略について説明させていただきます。三越伊勢丹ホールディングスにあるいくつかの店舗の中で、伊勢丹新宿店と三越日本橋店を主軸に、好感度上質戦略を挙げています。2店舗の MD 構成では、婦人服、雑貨の売り場を縮小する一方で、ラグジュアリーいわゆる贅沢品と宝飾、時計を拡充させていきます。購入金額が年間100万円以上の MI カード会員が現在30万人ほどいて、2024年度にはこの売上高を2300億円に引き上げます。そのための施策として、顧客の好みを予測する AI などを活用したデータ分析と、その顧客の好みの商品を仕入れるバイヤーネットワークなどを活用し、VIP 顧客の囲い込みをさらに強化します。次は、オンライン販売です。2024年度のオンライン売上は600億円超を計画しています。デジタル戦略では、化粧品の EC 販売のミーコと、食品やミールキットなどを届けるオンライン定期宅配サービス、伊勢丹ドアを成長の軸に据え、ミーコに関しては化粧品 EC で国内No.1の規模を目指します。なお、オンライン売上は順調に推移しており、これまで赤字だった EC 事業は来年または再来年度に黒字化を見込んでいます。伊勢丹新宿店は、世界で最新のマーチャンダイジングを推進。具体的には、ファッションの先鋭化やラグジュアリーブランドの強化を進めるほか、好感度上質をコンセプトにした新たなゾーニングも展開します。三越日本橋店では、伝統や文化、芸術、暮らしといったカテゴリーを軸に、最上質な日々の暮らしを提案。ファッションをメインとする伊勢丹新宿店とはテイストで差別化を図ります。最後の戦略は、不用品の買取サービスです。三越伊勢丹は2021年10月から、不用品の買取サービス、アイムグリーンを伊勢丹新宿本店で始めました。顧客が持ち込んだ衣料品やハンドバッグ、時計、宝飾品などを買い取り、または無料で引き取って、提携先を通じて販売やリサイクルしています。買い取りを目的として来店してもらって、また新しい商品を買ってもらう購入・回収の循環サイクルを定着させました。利用客の3割がリピーターとなり、多くの顧客が買い取った商品の代金にて、その日に欲しかった商品を購入する購買行動に結びついています。皆さんのビジネスの成功を心から祈っています。私がプロデュースしている台湾レトロ生活雑貨店もよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。